皆さんこんにちは。はい、また こんにちは、こんばんは。チャイムとともに始まりました今日も。ねえ、ですよね、16回目。そうですね。はい。武蔵君のこれが本当だった真実を話す番組ですね。はい。はい、今日もよろしくお願いします。はい。なんかすっかりなんか秋って感じしますね。ですよね。本当にあの。一気に、そうですね、寒くなっていて、冷え込んできて、ね、昨日一昨日にあの鳥取から、ま、あの、はい、来たんですけども、はい、なんか、ね、前々日ぐらいまですごいなんか真冬みたいな、はい、すっごい寒いよってみんなに聞いてたんで、こっちですね、はい、はいはい、あ、東京がね、はい、なので結構ちょっと厚着に来たんですよ、はいはい、そしたらもう羽田に出たらもうすごい暑くて、あったかいですよね。昨日すごい、あ、そうですね、昨日かな、一昨日かな、あ、昨日一昨日ですね、すごい暖かくて、はい、お昼間はね、そう、あの、まあ、今日ちょっと冷えてますけどね、また寒暖差が激しいんですよね、深夜とね、そうなんですよ、昼間とね、本当に、うん、だからあの朝晩はちょっとかなり冷えてますよね。そうです ね、 ね、ちょうど自分朝方よく餌あさぎったりするじゃないですか、はい、4時5時とかね、ひやっとしてね、そのね、まだ真っ暗じゃないですか。暗いです。6時ぐらいまで、6時過ぎまで暗いですよ。あ、ですよね。あのヒヤッとした感じが好きでね、ヒヤッとこうするのが好きでね、もう、ついあの暗いヒヤッとすると声出したかなんですよ。はいはい、こうなぜか、なぜか長年暗いあの公園でヒヤッとするところで稽古やってるから、はい、ついあの冬のあのヒヤッとするところに出るとあーってなんかこう稽古したくなるっていうね。まあ、まあ、本能ですけど。大丈夫ですか、なんか、ね、公園で、あの、公園であの規制を走ってる人がいるみたいなさ、もうあのなんか普段はここに出ますか、一切やりません。そうなんですか。完全おかしいですよこれね、普段やったらね。いや、知らなかったら、いや、多分通報しちゃうかもしれない。通報します。自分が逆の立場だったら、あんな人いたら他の人がね、偉いことになっちゃっていかんから通報しますよ、当然、ね、いやいやいや、本当に、うん、そういう人好きだろ好きだろ、え、あ、好きじゃないか、いやいやスタッフの人もう同じ目のスタッフでね、大丈夫ですか、そうなんだ、え、じゃあ毎朝あれですか、あの、何、あの、餌あげに行ったりとかしてるんですか。あ、下げて最後に、あ、うん、あの、もう一回いたらあげて待ってて下げるっていうね。だいたいね、猫って4時ぐらいにはもう最後、はい、あの、集まるんですよね、出てくるんですよ。だいたい2時から4時5時まで寝てるんですよね。1時とかだいたい食べる、うん、だいたい4時ぐらいに、だどうしてもね、朝早い時はもう2時に切り上げたりとかね。へえ。あ、じゃあ朝にこう、あの、何、引き上げに行くとか。そうです、引き上げに行っていると、うん、残ってればいいんですけど、うんうん、全部あの食べちゃった場合はまた欲しくて出てくるんで、ちょっと上げてやるっていうね。へえ、じゃあ2回ぐらい。そうですね、あの2回はだいたい夜と、これ帰、仕事で帰ってくるの遅かったら11時12時で、だいたいね、あの、でも行ってあげるんですか。まあ、毎日、あとは行けない時はチーム組んでるから代わりに行ってもらう人もいるしね。あ、そうかそうか、あの、知り合い。そうですね、あの、そういう何人かで、はい、もう皆さんいい人ばっかりでね。すごいですね、本当にね。いや、でもこれなんか自分たちはすごいと、もうやり始めちゃうともうやめられなくなっちゃうんですね、もういると思うと ね、 うね、本当にもう、いや、やっぱりさ、あのね、命あるものだから。そうなんですよ。ですよね、なんかほっとけないですよね。そうなんですよ、なんか、ね、悪いのにハマっちゃったなって、これ本当に言ったら失礼ですけどね本当は全てをこの仕事に、もう餌やってる時間も凝縮したいんだけど、でも、うん、いろいろ教えられますよ、もう何十年もやってるとね、命の尊さとか、ね、あの、彼たちの佇む後ろ姿とかね、なんか非常にね、切なさとか ね、 ね、亡くなったのもいいんですよ、もう何匹も見送ったりね、助けられなくてね、ね、あのね、まあ、この番組でもあんまりね、まだちょっとお話してないけど、まあ、あれですね、武蔵さん、あの、前からそういうあの殺処分とか ね、 そ う、 ね、そういうなんか活動されてるんですよね。で、あの、はい、だからやり始めると、自分肉大好きだったんですけどね、あんまりこう、なんか個人的にはそれはね、いろんなとこ行ってごちそうになれば食べますけどね、うん、わがまま言わんですよ、自分はこういうのやってるから肉は食べませんなんか口が裂けても言えんですけど、はい、美味しい肉はたくさんいただけますけど、はい、普段から得てして自分からはなんか食おうって気にならなくなっちゃいましたね、あの、いろんなの見ちゃうと ね、 どういうふうに、例えばあの、何年もね、これね、ももちゃんっていう
豚に名前をつけて慣れて、あのもう5年も6年も育てるんですよ、大きくなって7年もね、はいはい、嬉しくて冗談言ったりこう手出したり、あの遊ぶんですよ向こうから、嬉しくてね鼻こすったりね、それを出荷の日を迎えるんですよ。で本人はこう紐でやってもじゃれるんですよ嬉しくて。で車来て傾斜にこうあの足場を良くするためにあの干し草を乗っけて、その時もなんかこう遊ばれると思って嬉しくてこう行くんですよ、はいはいはい、ね、ところが車乗った瞬間にえって、それでありがもうよろしくお願いします、ありがとうございますってみんなお辞儀して送るんですけど、自分の育てた子供を殺してくれって差し出すわけですよ、金儲けするからしょうがない食うために。でその日はももちゃん含めて4頭出したんです、しっかりして。どういう気持ちで彼たちは死んでいくのかっていう裏切る、最後の最後まで飼い主を信じてるんですよ。で最後にこう首切られるわけです、生きたままね、もう生きたまま、それをどういう気持ちで死んでいくのかっていう、自分がこのももちゃんの立場だったらっていつも思うんですよね。信じてるね、こう信じてて人が突然こう売られてね、もうってこう殺されるね。なんかでも人間ってもうでもこれ食うためにしょうがないんでしょうけど、そんな仕事に就かなくてよかった、失礼な言い方ですけどね。本当にね、なんかねこの前インスタでね、お客さんの、まあ、息子さんかな、お父さんか分からないですけど、はい、学校でねその授業があったんですって。でみんなでなんか豚かな、はい、それをこうみんなでね可愛くして、はい、最後の日に、それを今日ね、食べるかそれとも食べないかっていう選択を子供たちにさせるんですよ。ですっごい時間かかったらしいです。もうなかなかみんな決めれなくて、でも殺したわけです、食べる前で最終、食べるということで、はい、まあ、命をいただくっていうことでしたんですって。これは多数決で決めたんですかね。だみたいです。じゃあ皆さんが食べるに賛成したわけですかね。まあのね、多数決だった、まあね、でもすっごい時間をかけていろいろ子供なりにこうディスカッションしていくらしいです。はこれをやっぱり食べない方がいいとかね、でもやっぱりね食べるとかっていうね、これすごいなと思って、本当にこの、まあ、命の選択っていうのかな、そうです ね、なんか子供なりにね結構すごいこれ重たい問題だなと思って、よく決めれたっていうかね、子供たちがね、それをこう投稿されててね、はあ、うわなんか私どうするかなと思って、ね、はあ、この目の前に命があるわけだから、はあ、 それをこうどうするかっていうね、もうできたも運ばれてくるんだったらこれでしょうね、生きたままね、生きてる目の前に生きてて、こんな目を見られたらどうするんだっていう ね、なんかまあ今ね私たちはそこその現場を見ずにしてね、まあ、お肉だけを見てるから、ね、簡単に食べれるんだけど、あの美味しそうな ね、綺麗にね霜降りとか来るじゃないですかね。でも子供たちもこれまではそうだったと思うんですけど、うん、そうですね、このね目の前にした時にどうするかっていう ね、 この選択ってすごいなと思って、究極の選択だったんですね。ですよね、うん、でもまあ本当にでもこういう経験って大切だなと思って、すごいそういうところがあるんだと思って、なるほど、うーん、見ましたね。でも恵まれてね、今の食うもんなくて育つ世の中じゃないから、うん、そこまではどうしても追い詰めても本当の根本的にわからないんじゃないかと思いますよね、うん、そういう生活例えば何日でもしてみるとね、食う食えないで、うん、目の前にいた自分がずっと一緒に例えば、うん、犬でも豚でもいいですよ、縁があって一緒に2人で生きてきてね、うん、食べるものがないと、これ1個のことを2人で分け合って食べると、これ本当は1個かないとお腹いっぱいになんないんだけど、これ犬が俺の顔見てるから犬にもやんなきゃなんない、こういう生活してるんだったらまだ分かりますよ。俺最後にどうしても食いたいけど必ず2人で共有できるかですよね、もういけって言って最終的にこいつも殺して食っちゃうかですよね。ね、結局の選択というか、中にいましたよ、女性でね、いや私は死んでもいいって、うん、一緒にこの子と死ぬってはっきり言った子もいましたね。
まあ、人間ってそんだけ優しさ持てたら幸せですよね。本当にね、そうなんね。でもまあ本当でもいい勉強というかすごいなと思って、これでもすごい残るでしょうね、子供たちの中の ね、うん、すごい勉強というか経験というか、うん、世の中毎日そういうことが繰り返されてますからね、うん、本当ですね。そうそう、でもまあそれを知ることによってなんか今後やっぱりその目の前にねそのお肉があってもそれをこう分かって感謝して食べれるっていうかね、一つの命をいただくっていうことでなんかこうしっかりそういうふうに受け止めてやっていけるのかなと思いますけど ね、あれあと殺し方がひどいですね、うん、あの棒で、うん、頭をいけないぶったたいたりとかね、あとこれは脳みそこうなんかポコンってやったり首切ったりとか、そんなこのせめてねうまくこう一緒に苦しまないように殺そうないかと思いますよね。今もそうなんですか、ね、今そうなんですよ。だいたい頭ボーンってなんかあの、うん、なんかピストルのなんかちょっと似たようなんで頭脳みそボーンって言って知らないですよ、そうなった時このこういうあの鉄の棒は脳みそ突っ込むんですよ、それでグリグリやってそっから血がこう出ていくんですよ。血の体の肉に血が回っちゃって肉がまずいから血を出すわけですよね。脳みそが鉄をずっと突き刺さるように生きたまま、これは死ぬってもうもがくんですよね。あとねリアルですけど、でっかい牛がこうやって紐で首をこう吊らせるんですよ、こうでしょ、こういきなり切るんですスパッと、で切ってまだぶら下がってるんですよ、それでもこうやって動いてるんですよ、こうやって立ってて、しばらくしてもがいてバタって倒れるんですよね。で肉体と頭がもう一瞬だから分かってないんですよね、肉体をするままで。そのうち血が吹き出て、そのうち肉体があのあもう死んだんだって気が付いてバタバタ暴れるから倒れちゃって、最初動かないんですよ、こうやってね切られたって感覚が分かんないんですよね。なんかもうそういう現場とかね見てないから食べれますけど、いや本当ですね、もう本当にね見たら本当ですね、まあ、ちょっと考えさせられますね。長くなっちゃうんで話を切り替えて、はいね、なんかちょっと最初冒頭ちょっとあの、ね、ちょっと重たい話になっちゃいましたけどね、皆さんこういう話たまたまでなんでねそうそう、あの餌からね、あの猫ちゃんにね餌をあげてるっていう話からちょっとこんな話になっちゃいましたけどもね、うん、でもまあ命は大切にして、ね、本当ですね、命は大切ですね、はい、食べ物は大切にして食べていただきたいと思います。はいもうあれですね、今日ちょっとまだ話していいのか分かんないですけ ど、実はあの、まあ、今日ね、武蔵さんにちょっとプレゼントで持ってきたんですけど、はいはいはい、うちあのあれなんでしょう、あのパンを、そうなんですね、やることになったんですね、うん、私ね、まあ、パンってねなんか小麦粉がねなんかのグルテンとか、はい、あのなんかまあ体にいいとかいろいろあるんですけど、はい、私まあパンは本当好きなんですよ。自分好きなんですよ。美味しいんですよ。本当に食パンって美味しいと何も好きなくてあのままいけるんですよね。柔らかくてね。そうなんですよ。で、まあ、小麦とかもやっぱりしっかりしてね、はい、やると本当に美味しいパンができるんですよ。今日いただいたの持ってくればよかったから。ああそうです。失敗したな。まあ、またあのはい、あのまたにしましょう。できてからにしましょう。あ、できてからにしましょう。これちょっとねまだね、まだあれなんです、完成品じゃないんですよ。そうですね。今ちょっとあの細かいところ焼き加減とかちょっとあの成分とかもね、あの材料とかもちょっといろいろしてるんですけど、ね、味見てこれってね、一緒にこ、はい、前にね一緒に立ち会って試食しましたもん、あの時 ね、そうそうそう、あれからねいろいろまた改良していってね、してはい、はい、やってるんですけどね、あの朝ねこうあのちゃんと職人さんが、はい、まあ、この温度とか湿度とか、はい、そういうのをしながらもうあの粉から全部こねて、ね、発酵させて、はい、焼き上げて、はい、その日のうちに皆さんに発送してお届けするっていう、はい、こういう風なあのさせていただこうかなと思ってて、すごいことですね、その日のうちですもんね。そうなんですよ。それで、その原料もね、だいたい牛乳とかバターとか、まあ、そういうのも使ったりバターで使ったりするんですけど、今のところ全部、一応植物由来のものでさせてもらおうかなと、はい、豆乳とかね、はい、あのそういうの、あとこんにゃく粉とか、こんにゃくも入れちゃう、はいはいはい、うん、この間ねこんにゃくのちょっと試食しましたね、全然わかんないですよね、もちもちなんですよね、本当です、はい、本当柔らかくて、言われないと、はい、こんにゃくしたってこんにゃくの味、まあ、全然ないです、全然ないです、はい、そういうので ね食感をまあこんにゃくから出してるんですかね、パンに切り替えるっていうか、なんですかね、なんか、まあ、こんにゃく入れることでのあれもあると思うんですけどもね、こんにゃくって元来味ないですもんね、うん、そんなに ね、まあ、ねなんかつけたり ね食べるじゃないですか、そうですね、味噌とかおでんとかね、うんうんうん、
なのでね、ちょっとまあそういうので、早ければというか、まあ、一応予定では来月、あ、年内にね、来月にはちょっと発売させていただこうかなということで、あ、よかったですね。あれなんですよ、実はこのチャーズハニーがあるじゃないですか、はい、あの鳥取県産の生蜂蜜と、はいはい、これです、白樺の木からできた竹の、あの竹、あの、はい、カバの穴だけをドッキングしたこのチャーガハニーっていうのがあるんですけど、はいはい、このチャーガハニーを入れます。あ、なので贅沢だ。名前はチャーガハニーブレッドっていう、あ、これはいいですね。名前なんです。うちにしかないっていう、多分ね、なると思いますよ。そうなんです、そうなんです。で、カロリーも 30% オフぐらいできてるので、ヘルシーなあの食パンにしました。いいですねこれはね、うん、もうね、昨日もちょっとあの、はい、焼き上げたやつを試食会みたいな したんですけど、なるほど、かなり好評で、はあ、もうみんなこれいつ買えるの買えるのみたいな感じで、はいはいはい、今日朝から、はい、ちょっとあの、いや買えなかったらからもう予約させてくれないかとかっていう LINE が結構来てて、はあ、あの昨日食べてくださった方たちからね、で、もう買えないんじゃないとか、大丈夫とか言って、今言われてるぐらい、はい、そうで、今ね、あの、まあ、高級食パンってこれまでもね、今ね、いろいろあって、あの、いろんなあるんですよ、はい、あの、なんか銀座のなんとかとかね、いろいろね、あるじゃないですか、なんかね、そういうのもね、食べられてた、結構パン好きで、はいはい、高級食パンとかも結構食べられてる方とかに昨日試食していただいたんですけど、はいはいはい、全然これの方が美味しいって言ってくれました。あ、素晴らしいな、はい、自分もね、うん、結構いろんな高級パン食べてきたんですよ、いろんなとこ行って。そうですか。本当にね、あの、楽しみ。あるとこなんか超すごい高級クラブっていうのは行くとね、うん、まさにこれお土産くれるんですよね。そうなんですよね、お土産でね、うんうんうん、ホテル帰って何もないとそれをちぎって食べちゃう、ね、これうまくてね、あの美味しいパンって、もう本当にこう、もう割ってね、そうです、お尻でちぎってね、そのまま食べるのが美味しいですよね。本当ですね、まさにね、それがいい、そうす、あの、はい、パンなんですよ。あの耳も何も全部うまいですもんね、ココアとかね。で、今回うちの方はその、あの耳も柔らかく食べれるような製法で、あ、これですね、はい、やってますんでね、本当にあの全部このまま、はい、食べれると、はいはい、でね、あれね、パンでね、冷凍しといたらいいんですって。あ、そうですよね、いいんですよね。でね、こうあの、まあ、ワンキーあるじゃないですか、はい、それをね、もうね、あの、食べなかったらもうそのまま冷凍しようんですね。そのまま切らずに、カチカチですね、そう、切らずに、それで、冷凍してるやつを出して好きな分だけカットして、あのなんか食べ方としてはあのあれ自然解凍もいいんですけど、はいはい、あのすぐ食べたい場合は、チンした、はいはいはい、チンしたらちょっとベタってなるじゃないですか、はいはい、そのちょっとベタっとしたやつを焼くんですって、はいはい、そうそう、そうさ、カリッと、なるほど、ね、で中もちってできるそうです。ってことは、はい、冷凍したらそのまま、まあ戻して食べるはどうしても食感がやっぱり、でもね、それも美味しいんですよ。大丈夫ですか、あのうちのやってみたら、はい、それも美味しかったんですけど、はい、あのすぐ、はい、あの自然解凍待てない人は、はい、チンして、はい、トーストするっていう形でしていただいたら、ね、もう本当に美味しくて、今はもうあれなんですね、みんなあの冷凍したこそうですね、見たですね、なかなかやっぱりね、一気にってすぐ食べれないじゃないですか、はい、家族がいればね、すぐですけど ね、うんうん、なのでそうやってあの食べていただいたらいいんじゃないかなと。そうですね、うん、結構今もうあれなんですよね、あのお米を抜いて、はい、パン食の人の方がもう圧倒的に、もう海外的になってます ね、だからあの一応じゃあね、あのお米もおっしゃいんですけど、はい、あ、お米もね、実はすごい美味しいお米がちょっと手に入りまして、はい、あの今度またあの出すんですけど、それも、すごいな、そうなんですよ、なんかね、あの別にそのなんかパンやろうとかお米屋さんやろうとかそんなん全然なかったんですけど、はいはい、ちょっとご縁でね、はい、でパンも本当にあの老舗のもう職人さんがね、全部やってくださるとか、はい、もう一からあの作ってくださるところと縁があって、はい、あのうちのレシピで作ってくださるっていうのを見つかって、はいはい、お米もあのなんかね、新しい製法で、あの本当だったらあのこう稲作、はい、こう稲があってこうやっていくっていうのかな、はいはい、こうするじゃないですか、じゃなくてあのね、種っていうかあの米をまいて、でそこから芽を出さして、なんか米からですか。そうなんです、はあ、ちょっと新しい、なんかね、私も
詳しく知らなかったんですけど、うんうん、なるほどね。でそれでやられてるところがあって、へ、うん、でその米もちょっと販売させていただこうかなと思ってます。はい、皆さん楽しみにしてください。急になんかね食べ物がすごい、いいですね、この年内にだからパンとお米と米ですよ、はい、そうなんですよ。だからまあパンはねパンでね好きでやるんですけど、まあ、お米もねやっぱり米を食べていただけるようにう、ね、やっぱり日本人ですから、本当ですね、やっぱお米も美味しいですよね。まあ、パンすごい好きなんですけど、ね、やっぱりおにぎりとかね、でそのお米ってねおにぎりにめちゃめちゃ適してるんですよ。普通に例えば塩だけのおにぎりとか味噌のおにぎりとかね、これうまいですもんね。何もそれだけでもね、そう、うまいですよね。そうでなんかねこのお米がねすごいそのなんだろうなおにぎりにすごくマッチしてて、してる、ね、そうなんですよ。すっごい美味しいです。はい、楽しみにしております。自分で弁当なんか握って銀紙進んでいっちゃえばどこでも食べれますからね。そうですよね、そうそう、なんかおじいちゃんとかはね昔なんかあれですよ、なんかこう弁当箱に はい、ご飯を敷き詰めて、はい、なんか梅干しポンで、はいはいはい、そう、それだけとかってねありましたもんね。そうですね、ありますね。ねえ、もうみんな俗にあとこういう日の丸弁当とかね。そうそうそれですそれです。そうそうそう。もうそれでいいみたいな。やっぱお米はやっぱり美味しいですね。日本人のね、はい、やっぱり昔からのね主食ですよね、米はね。そうなんですよね。そうだし、やっぱり多分体に合ってると思うんですよね。みたいですね。はい。ここ日本人の体に合ってるんですよ、多分ね。そうだと思います。うん。やっぱり米を食べなくなってきてとか。お米食べることでやっぱりこう排泄をよくするのがちょっと関係してると思うんですよね。なるほどね、澱粉がね、うん、豊富に入ってますもん、ね、米がね、一番ね。そうですそうです。スタミナにもやっぱりなりますよね、なんかね、うん、そうそう、腹持ちいいしね、米は。そうなんですよ、やっぱり食べた感がやっぱりありますもんね。そうですね、うん、かといって消化ありってんじゃないですからね、腹持ちいいって言ってもね、うん、まあ、日本人だとそういう消化のやつもやっぱ慣れてるというか、お米とかの方が、ね、でしょうね、多分いいはずです。まあ、パンもおりますけどパン美味しいからパンもしますけどね。米もパンも美味しかったら何でも合いますよね、ね、シチューにねパンでこう食べても美味しいですよね、ね、これから寒くなりますからね。そうなんですよね、シチューとか ね、いいですよね、はい、なんかまあそういうのもちょっとやりますので、ぜひ、ね、皆さん楽しみしてください。それでですね、なんかねあれなんでしょう、実はその、天型石鹸がもう本当に、はい、もう売れまくってしまってて、はい、製造がねもうどん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 してるんですけど、もう今もうずっと1ヶ月待ちなんですよ。ああ、なるだって、はい、最近いろんなところでこの石鹸取り扱ってますもんね。いろんなところでね、そうなんですよ、宣伝してくれてますよ。そう、代理店みたいな形、いろんなところでね。そうなんですよ、そうなんですよね。だからもう本当に問い合わせも、そうですね、やっぱ天型石鹸をね使われて、もうぜひ自分のお客様にも提供したいとかって言ってね、はい、連絡いただくんですけど、もう本当に1ヶ月待っていただかないと、なるほど、ね、もう出せないぐらいで、ね、そうなんですよ ね、 すね、まあ、ありがたいことですけどね。そうなんですよね、なかなかやっぱりちょっと追いついてない状況でご迷惑をおかけしてるんですけども、はい、ちょっとこちらの方はお早めにご注文いただくようにして、ストックを、まあ、3つぐらいはストックしておいていただいてっていうのをちょっとお願いしたいと思います。はい、まあ、なくなることはないですよね。そうですね、もう製造はどんどん続けていってるんで、はい、どこかでね、追いつくと思うんですけども、使用者がどんどん増えてますからね。そうなんですよ、どん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 増えてますからね。そうなんですよ、どんどん作ってるんですよ。そうですね、でももっとそれにもっと倍以上増えてるんですよね。そうだからこういう状態、これしょうがないですけどね。そうなんですよ、だからちょっともうあれですね、まあ来年本当にガッとまた製造量、はい、この1年でももうすごい数の製造アップをしてきたんですけど、はいはいはい、ちょっとまた工場と話しないといけないなっていう段階に来てて、ね、本当にいいもんずっと同じもん使い続けてますからね、手抜きしてないんでね。そうなんですよね、でまたね手間がかかるんですよ、本当に3ヶ月時間がかかるので、あ、まあ、3ヶ月って言ってもね、まあ、毎月すごい数を作ってますから、はいはいはい、それでもちょっと追いつかないっていう形ですね。なるほどね、はい、ご迷惑をおかけしておりますけども、ね、皆さんお仕事でよろしくお願いします、早めに、そうですね、
であのあれですね、あのあと基礎ヒノキ歯磨きジェルの方も、はい、こちらの方も結構本当にどんどん ね、あの感じだけのね、あの口の中 の、はい、あのなんか腫れとかが塗るのがいいとかっていうのをこの前もねお話ししたんですけど、それ の、 あのお声とかもねすごい多いですしね、あの、はい、どっか噛んじゃったとかちょっと腫れてる時なんか本当にいいですよ、聞きますよね、確かに、ね、いやそれすごいあの来るんですよ、はい、皆さんあのなんかね疲れてたりとかねした時にちょっとグッと噛んでしまうこととかね、はい、あると思うんですけど、そういうちょっと傷口のところに、この、 あの歯磨きジェルなんですけど指に取っていただいて、はい、そのあの傷口のところに塗っていただいて、ピロッと塗っていただいたら、あの割と早く、そうですね、はい、いい感じになるっていうことで、そうですね、はい、お声いただいてますのでね、はい、もう本当に皆さんよろしくお願いしますこれ、はい、はい、ちょっとなんか途中ですけど、はい、あれですか、あの武蔵さんのあの今日はなんかイベントのご紹介をされますか、あ、ありがとうございます、すいません。はい、急遽なんですけどね、あの 3年、うん、3年ぐらい自分こうやってメインで やんなかったんですよ、ほとんどだって毎年やられてたんですか、結構いいですよ、あの例えばディナーショーなんかね2回ぐらいとかね、あ、そディナーショー、あとはこうイベント全国とかいろんなところでこのぐらいのイベントはやってましたけど、ただ、ね、逆にコロナになって自分が行くの嫌じゃないですか、だから人様に来てって言えないですよね、もういますよ、自分いくらでも金もない関係なく来いって言ってるのは、まあまあね、俺はそれできない性分なんだね、自分がやらんもん人に来いって言えないじゃないですか、なんとかこの間だから自分も行くようになってきたんで、そろそろいいかなと思ってね、俺これ初めて主催したいい方でね、あの女性なんですけどね、素敵な方で11月の23日、来月ですよね、もう、はい、早いですね、もう一つ切ってるんですけどね、19時から21時まで、そうです、ディナーショーですか、ね、いや、お食事しながらとかですか、もう ディナーショーってホテルですけど、まあ、これ、はい、あのライバース的なところの広いところなんですよ、100人ぐらいあるんですけど、そこで、まああのうん、50人、まあ、どんな入れても60人以上は入れないっていうね、はい、やっぱり一応コロナのためにね、ゆったりっていう、お食事をしながら、そうです、飲み放題で、はい、ある程度最初の、まあ、30分40分は食べ飲んでもらってから、それからちょっとね映画の制作発表もこの時ちょっと考えてるんですよ ね、 すね、ちょっとあるまで今言えないですけどね、それは三崎さんが出られる主役のやつですね、海外に出すやつなんですよね、はい、そうなんですね、ショートムービーなんですけど ね、これね初めて、その時に初めて発表されるそうですね、へどうせなら一緒にやっちゃおうと俺、はい、まあ、自分と同じ、まあ、若いあの幼児山田君っていうね、ハリウッドで主役やってきた男も制作発表で今度来ますからね、この大月君、はい、彼ももういい役でもう決まってるんでね、彼はずっと自分と何十年もやってきたもう同志ですよね、もう今いろんな役もやってね、もうミュージシャンでもあるしね、ライブ全国ライブでライブハウスも待ってますしね、はい、彼と前々からやりたかったんですよ、初めてコラボできたんですよあ、そうなんですね、これも楽しみでね、なんかこの歌歌ったりとかもするんですか、そう歌歌って、はい、歌がメインなんですけどトークとね、歌と武蔵さん歌われるんですか、 歌いますね、だから大月と、ね、はい、コラボして歌って、はい、全くジャンルは違うんですけどだから面白いと思いますよ、これはあれですか、あの行きたい方はどのようにして、もうこれ、うん、もう自分に問い合わせしてもらっても、あのこれ電話番号問い合わせあります、はい、これです、050-5861-9395、はい、ここに問い合わせして、はい、あの、まあ、この番組見た武蔵さんのと誰目にしてこれで言うわ担当が徳重さんっていう、はい、方なんですけどねこれそしたらもうあのご案内してくださって帰るみたいな、ただこれ全部前売りなんですよね、当日はほとんど受け付けてないですから、じゃあそれまでに、そうですね、はい、だいたい11月10日過ぎぐらいにはなんとか、まあ、せいぜい12、3日、うん、10日1週間ぐらい前にはね、うん、全部こう一応決めるつもりなんですけどね、あの武蔵さんちょっと見てみたいよっていう方ね、ぜひ皆さんいらしてください、はい、あのこの番組見たって言ってもらえば、手挙げて言ってもらえばね、あのあのなんかこういうあの会話ぐらいはできますから、はい、ライブってねよくあの、うん、これでいいって決めつけたくないんですよ、やっぱ現場でお客さんと触れ合ったりね、いろんな状況もありだと思うんですよね、はい、まあ、ディナーショーだとそこまではあのフランクでできないですけどね、そうですか、まあ、あのうちのスタッフも
ちょっとお邪魔させていただけるということで、はい、よろしくお願いします。いや、こちらも、ね楽しみですね。なんか久しぶりのあれなんですよね。楽しみですね。久しぶりですからね。ご興味のある方は、あ、もしね、ちょっとさっきの電話番号とかわからなかったら、私の方にご連絡いただいたら、ね、武蔵さんご紹介しますのでね、はい、よかったらどうぞ、特に優遇したいと思います。特に優遇して、そこでちょっと話させてもらうとか。そうですね、全然もう名前言っても結構ですよ。でもあれですよね、なんか結構な人たちが来そうですね、なんかこう見た目も。いや、なんか武蔵さんのファンってこれ、ね、あるじゃないですか、結構後半のなんか見た目こうやばそうとか ねえ、ただ今回ね、自分、徳重さんがこれ主催者がね、頑張ってくれてるんでね、はい、徳重さんというのはもう昔から、いや、なんか、はい、こう3年ぐらい前に知り合ったんですけど、なんか自分のことすごく興味を持ってくれてね、あ、そうなんですね、で、なんかぜひやりたいって、で、ご自身もどうだっけ、新宿の初台の次の、はい、どうせしたお店やってらっしゃるんですよ、いいお店でね、そうなんですね、ここでね、結局メイクさんとか芸能界の卵とか働いててね、結構楽しいお店ですよね。この間初めて行ったんですけどね、本人も元モデルでスラッとした綺麗な方でね、絶対表で裏方、私は裏方が好きって言ってね、全部一生懸命細かいところまで気遣ってくれてね、まあありがたいことですよね。楽しみですね、はい、そうか、私なんかそういうのに行ったことないですからね、まあ、今回の楽しいでしょ、ね、はい、私はちょっと行けないかも、ね、全然もう鳥取ですから、もう来ました。一応ね、いろんな人にこれ急遽だから LINE とかなんかで送ったんですよね、ネット関係でね、はい、でも地方の方は自分恋なんて無理で、そんなこと言わないですからこれ、23日あれなんですよね、祝日なんですよね。そうなんですよね、そうなんですよね、だから、家族でもどっか計画されてる方も結構いらっしゃるしね、そうですよね、結構そうなんですよ、結構ギリですよね、もうだこんな準備ないですよ、普通どんなんでも3ヶ月前とかね、そうですよね、一月切ってますもんね、ねえ、っていうね、なんかもうここまで、でもなんか作れたのもすごいですね、すごいですね、急に決まって、本当もうスタッフの皆さんのおかげでね、この右側の男性 の方が大月さんっていう方なんですか、ね、なかなかいかついですね、もう何十年も共演してきてね、わさびっていうリュック・ベッセンの監督にも出てるしね、海外の作品もね、あ、そうなんですか、もういい俳優さんですよ、自分がやるときは大体出ていただいてね、うん、そうなんですね、歌も素晴らしいしね、大月ひろゆきっていうね、大月ひろゆきさん、ちょっと見てみます、まあ、うん、人間的にも素敵な人ですよ、裏表のないね、大阪出身の人なんて、そうなんですよ、っていうかね、この方も180って、そうそう、大きいですよ、肩山あるし、じゃあ、あれですね、武蔵さんも結構自分だ、背が縮んだんでね、縮んだんで、もう、でも大きいですよね、まあ、180ぐらいやるんですか、大きいですよ、ガタイもあるしね、まあ、存在感がやっぱ抜群ですよね、うん、あ、そうなんですね、じゃあちょっと2人立ってたら結構な、いや、面白いですよ、迫力ですよね、映画の中のもわしいんですよね、まさにね、楽しみなんですよ、体初めてやるんでね、もう前々からちょっとやろうかって話したんですけどね、そうですか、まあ、皆さんご興味のある方は、ちょっといか、ね、ぜひ関東のお客様も結構いらっしゃるので、そうですね、ご興味のある方は、薬剤が興味ある方とかね、いや、結構ね、女性の方で、私もそういうの好きなんですけど、見る方なんですけど、割と見てる人多いんですよ ね、 そうですね、女性の人、今特にね、なんか、日本統一っていうね、V シネマがだいぶヒットしてね、そのおかげでやっぱり女子のファンがすごく増えたみたいですけど ね、 ね、そうなんですよね、まあね、どんな作品でもいろんなことで皆さんが喜んでくれればこれありがたいですよね、コメディだろうが、ポルノだろうが、ね、まあ、AV 言っても AV だろうが何だろうが、みんなヒットしてもらってよかったって作品に出会うことが幸せですよね、またそういうふうに携わることがね、いっぱいありますよね、皆さん知られてないだけでね、こんな作品、こんな俳優がいたのかっていうのがいっぱいあるんですよ、
やっぱりこれ一つの政治ですからね、やっぱりいかに世に出すかっていうことが大きな、もう一生涯の課題になるんじゃないですかね。はい、ありがとうございました。皆さん本当によろしくお願いします。もう、はい、ねえ、はい、本当もうなんかね、この前もね、私ラジオこうやってるってね、はい、話をしたら、で武蔵さんの話をしたら、みんなみたいな、なんか、あ、そうですか、あのね、やっぱりそういう世界というか、はい、ね、あのなんていうんですかね、そういうのって、V じゃなくて、なんか薬剤映画のを、うん、まあ、出てる人としたら、どんなご縁でみたいな、あ、どんなご縁だったのみたいな感じ ね、 ね、本当に言われますよ ね、 ね、だって接点がないですもんね。そうですね接点ないですよ ね、 すね武蔵さんとの接点がないから、まあ会社のね、うん、自分の誕生会をね、あ、そうですよ ね、 ね、まあ、その中のきっかけで、ね、共通の知り合いがいたんですよ ね、 すね、武蔵さんのね、そうです、そう、そこから本当にラジオをするってなって、広がってくれて、でなんかすぐにラジオ番組始まりましたもんね。もう作っていただいてね、本当ね、これからね、早かったですね。いや本当になんか決まる時っていうか、もう本当にそういうのってタイミング、ね、本当ですね、ですよね。前々からやるっつってもなかなかダメの方もいるしね、うまくいかなくて一気にあってそれまで決まっちゃう人もいるし、本当タイミングですよこれね。本当そうだなと思います。かといって人間運のじゃないですよ、ね、本当これタイミングなんですよ、本当ね、はい、本当本当。いやでもね、私ね、なんかこういうなんかこう 生、まあ、生じゃないですか、生放送ですか、収録なしか、ね、編集なしじゃないですか、そうですね、なんかこういうので本当にあの最初話できるのかなと思って、ところは今抜群ですよね、まあ、いやいや抜群、全然抜群じゃないんですけど本当にね、あの、まあ、ずっと営業私やってきたんですよ、はい、10代の時からずっと営業やってるんですけど、はいはい、どっちかって言ったら あんまりこの喋りって得意ではないんですよ、はい、自分の中で、はい、うん、で結構こう人見知りだったりとか、はい、こうなんかみんなの前で話するっていうのがあんまり好きじゃないタイプなんですよ、はいはい、だからよくここにね、あのまあまあでも、まあ、武蔵さんがいてくれるので、あのできてるって感じで、いやいや、まあ、恐縮です。武蔵さん一人でやってる時あるじゃないですか。ありますね、あれすごいなと思って。自分のために出ない時あったもんな、出なくてあれだ俺どうしようかって、本当に一分ぐらい分あったもんね、これなんだっけ、おかしいな、あ、間があって、これいいや開けろってね、うん、これもうごまかし聞かないと思って調べ始めてね、あの違うの出てきちゃったんだあれね、おかしいなと思って、もう、あ、いいや、今度にしようって言って。あ、この間ね、そんなこともあったんですか。参りました。さすがにあれだけはね、うん、あの、切り替え、聞かなかったですね。もう、あれはもう。なんかもう話があれだったんですか。大月さんのね、うん、あの、コマーシャルを彼を紹介した時に出したんですよ。ところが、はい、パート2の違うコマーシャル出てるんですよ。何個あっても違うんですよ。もう、やりようがなくて、あれって、もう、ねえ、これはさすがに焦ったっていうか、俺一瞬ね、うん、あの青くなった、さすがに黙ってっけど、生放送ってね、いや ありますよ、これですよね、映画でねセルに飛んだんですよ、ポッと、うん、飛んでね、さすがにねこっからね、うん、やばいなって血のが引いてくるんだけど、でそのうち出てきたんですよ、うん、その場がね一切、いや武蔵さんいい間ですねって、あの俺忘れたんですよ、勝ってるからね、今のまあやっぱり間を取ったんですねって嘘だって、まあ、いいようにね、忘れてたんだけどって、いやでもね本当にパッとね、出てこなかったりとかして、言葉出てこない時とかちょっと焦りますよね。あとこういう時ありまして、間を取ってたんですよ、さすがに出てこなかったんですよ、じーっと待ってるんですよ、それで、うん、なんだっけって言ったから、ここでずっこけてた、あれずっこけてみんなね、また武蔵さんのことがじーっと間を取ってると思ったら、大笑いだったんですね。いやでもね、あの、うん、武蔵さんの世界ってこうセリフを覚えるっていう、あれはちょっと私できないですね。確かにセリフ覚えたら大変ですよね、うん、もう本当にね、なんかこの番組もね本当にあれじゃないですか、何の打ち合わせもねないです、ぶつけ本です、ね、本当にたわいな話しててね、ぶっつけで別に何お話しするって全然決めてないですもん ね、はい、ね、毎回ね、それでこうやって50分喋ってるんですもんね、噛み合ってますからねうまくね、いやでもねこれ一人でやるってなったら、なんかあのちょっとこうしたら武蔵さんが喋ってくれるとか、武蔵さんに聞いたりとかね、それでこう成り立っていくんだけど、やっぱり一人ってどうなんだろう、いや正直二人三人楽ですよね
ですよね。誰かこう、そうです、誰か言ってもらっても楽で、絶対楽ですね。キャッチボールになるしね。そう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 、楽ですね。ねえ、だから私たまにね、インスタライブっていう、はい、インスタでこう、ね、発信できるんですけど、はいはい、あれもまあたまにするんですよ。しても下にね、なんかお客さんとかがみんなコメントしてくれるんですよ、はいはいはい、だからそれを読みながら、 そうです、ね、それに返したりとか、キャッチボールになってますよね。これだったらいいんだけど、何にもなくって、あれ一人でこう延々に喋ってる人ってすごいなと思って、だから一人でよいしょよいしょとかな、あれ一人二役になっちゃうんだよな後ろからね、あんなのやっちゃうんだよ、ついな、音が出るやつ、いや猫がこう後ろから開けてるの、うん、あれ後ろも上げてんだけど、つい、よいしょ、よいしょとこう一人で二役でやっちゃう、おい、どこやってんだと、これ受けちゃってね、毎回やってくれってるんですよ、これ。え、それ何なんですか、何なんか音声みたいな。この番組でやっちゃうと、ひっくり返りますよ、やんないですよ。これみんなね、びっくりじゃないですか、っていう、大爆笑だったんですよ。これ、音は、これね、いや、ちょ、音だけ俺言わんかったでしょ。これ音だけ出してみ。かわいいでしょ、登れないですこれ、いや、かわいいな、かわいいでしょ、俺これ、はい、よいしょ、よいしょ、はい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 、どこいじってんだよってこうなっちゃう、はい、はい、はい、これもうやめとく、これ以上ってまた変な方言っちゃうから、これちょっと後で動画のうちも組み込まないといけないんでくださいね、これかわいいでしょ、かわいいですよこれね、あれ、あってばあれ行きましょう今日は、ほんま、あ、そうか、はい、今日もまずいやゲストも、なんかまず違う方向に行ってしまいそうなので、はい、今日もですね、先ほどもちょっとねご紹介したの基礎ひどき歯磨きジェルで、はい、まあ、今本当にね、すごい人気の商品なんですけど、全国のうちの販売店さんがまあいらっしゃって、はい、もう本当に北海道から沖縄まで全国にいらっしゃるんで、この基礎ヒノキ歯磨きジェルを各地の方言で、説明、はい、まあ、紹介してくださいっていうのをちょっとやってます。これがいいんですよね、はい、今日はですね、今日は、北海道弁で、北海道弁なんですけど、はい、この方ですね、今福井の小浜市っていうところでシミ毛穴専門エステサロンをされてます。はい、それで、まあ、北海道の札幌出身の方なんですけど、はいはい、なのでちょっと北海道弁で子供たちと一緒に出演してくださいました。はい、はい、渡辺舞さんです。はい、どうぞお願いします。マスクの中なまら口臭い、お子さんですね、似てますね、やっぱね、そっくりだ。そんなんみんな一緒だびよ、下着この歯磨きジェル何枚いいから、やみつきだから何枚使ってみれば一緒や。マスクの中なまら口臭い、あ、マスクの中なまら口臭いって、そんなんみんな一緒だびよ、下着この歯磨きジェル何枚いいから、やみつきだから使ってみれば一緒や。したっけ、そしたらしたっけ、 ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お子さんはでも福井に住んでらっしゃるんですね、うん、そうなんでしょう。でも北海道もできるんです、ね、いや多分教えたんじゃないですかね、それだけの時にね。はい、まあ、また舞さんですね、もうシングルマザーでね、二人お子さんそっくりですね、でお子さんも可愛くてね、育ててらっしゃいながら、自分でエステサロンをされてて、本当に最初やられたところよりもっともう本当お客さんがたくさんなったので、お引っ越しされて、もう自分の店舗、すごいいい店舗をねされてやってるんですよ。よかったですね。でもともとね、渡辺さんって歯科の看護師さんだったんですよ、はい、でこの基礎ヒノキ歯磨きジェルに出られて、いやこれは本当にすごいと。なるほど、ね、素晴らしいと。なるほどね、うん、歯科看護師から見ても本当にすごくいいものなので、はい、っていうことで、ね、はい、もう絶賛していただいてて、はい、今もずっと使ってくださってます。そうですね、うん、ありがたいです ね、 ね、でうちは本当に歯科衛生士さんだったりとか、はい、まあ、舞さんのように歯科看護師さんで歯科で働いてらっしゃった方が本当にこれ絶賛してくださってるんですよ。認めてくれてますもんね、はい、やっぱり自分の、まあ、口内の状態とか、まあ、お客さんがね
されたりとかしたらどういうふうに変わるかっていうのを見られてるので、はい、やっぱ変化がすごいらしいです。あ、うん、そうですね。もう絶対もうおすすめしたいと言ってました。あの変なの中の、まあ、フソとかね、本当ですね。その普通の歯磨き粉するんだったら、はい、できますよね。本当ですね、はい。で、あのこの 前もちょっと言ったんですけど、あの普通 あの歯磨き粉をね、あの使ってるとどうしてもあの合成界面活性剤がほとんど主成分なので、それでこうあの口の中を洗った時にあの下に味蕾っていう味を感じる細胞があるんですよ、はいはい、そこがあの合成界面活性剤でちょっと壊れちゃうんですよ、一時的に。なるほどね。なので、皆さんその普通の歯磨き粉をした後にね、コーヒーとかお水とかお茶とか飲んでいただきたいんですよ、はい、そしたらなんか変な味って感じる人が多いんですよ。それをだったら逆にね、うん、はっきりうがいできてないからって勘違いするんですよね。そうぐじぐじ残ってるから、そうなんですよ、勘違いするんですよ。子供の時からそれが当たり前だから、はい、歯磨きした後は変な味になるんだってみんな思ってる、はい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 、でも実はその使われている合成界面活性剤によって、あの味を感じる器官が壊れてるんですよ。だから一時的にそういうふうに誤作動っていうかね、味を、まあ、あの水を苦く感じたりとか変な味って感じちゃうんですよ。これは自分初めてしました。勉強になりましたね。でところが、その成分を使っていない木曽ヒノキ歯磨きジェルで、はい、歯を磨いた後に水を飲んでいただいても、はい、何飲んでいただいても味全く変わらないですよ。はあ、なるほどね。これ本当にね、皆さん知らない方がすごい多いと思います。知らないでしょうね、ご存知ないでしょう。もう当たり前やと思ってるですね。今日まだあの市販というか普通の歯磨き粉されてる方は絶対の歯磨いてからね、一回ねちょっと飲み物飲んでみてください。変な味感じるかどうか。なるほどね、はい、それであちょっとだなと思ったらそういうことなので、ちょっとあのねやっぱり毎日使うものなの で、はい、そういうのがないものを使っていただくっていうのが本当におすすめかなと思います、はい、決してあの、うん、営業妨害してるわけじゃないですからね、事実を言ってるだけですから。そうなんです、そうなんです、事実を言ってるだけです。選ぶのはあなた次第ですからね、ご自身ですから。そうなんです、そうなんです、ね。でもまあ皆さん、ね、多分その話って結構よく聞く話やったんですよ、はい、私もそうだったし、そういうもんだって私も思ってたんですよ。でもやっぱりこの木曽ヒノキ歯磨きジェルに出会った時にそれがないってことに気づいて、ああやっぱすごいなと。でもこういうのって本当にないんで、ね、ないんですよね、うん、本当ですね、なかなかないので。でも歯磨きはいいですね、うん、毎日口って口内って大事ですもんね。そうなんですね、人間ってここで味しめていろんなことを脳にも伝わるし、いろんなことがこう広がっていくわけですからね、うん、そうなんです、胃にもいいし唾液が出てきてね。そうだからやっぱ口内環境が悪くなると、体も悪くなる し、ね、どっかでね、また体が悪い状態だと口内の状態が悪くなるって、はい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 、もうこれはもう関係しているんですよ、つながってますよね、はい、なので、まあ、歯の方の、まあ、口内の方をケアすることによって健康にも結びついていくっていう、はいはい、こういう流れなので、なんかまあぜひね、もうなんとなくやっぱりあの、まあ、日本でねもうこれしかないと思ってると思うんですよ。なんか普通のね、チューブのやつっていうか、ドラッグストアに行けば買えれるっていう歯磨き粉しかないって思っていらっしゃる方が多いんですけど、はい、実はそういうことなので、はい、もう本当に口内はね、はいはい、していただいて、はい、毎日のそのね、ケア心がけていただいたらね、まあ今ちょっとまだマスクをね、外せない、ね、外してもいいってなってるけど、外してないですもんね。東京来てもみんなやっぱりマスクされてますもんね。なんかされてない人の方が多分少ないですよ。ねえ、いないですよね。自分散歩するとき外してますけどね。人がいるとさすがに。外はもう、はい、私もしてないですね。ね、自転車の時もあの、ね、してないし、ね。そうですよね。もう しなくてもいいと思うんですけども。ね、でもやっぱりもう外せなくなっちゃってるっていうか、もうね。絶対あのただレストランとかああいうところはしてくれって言われますもんね、入るときにね。あ、そうですよね。もう検温とあれはもう完全もうルールになってますよね。飛行機もそうだし、そう飛行機もそうですよね。そうですね。で、ホテルとかもそうですね。そうですね、うるさいですね。うんうんうん。もう外国人の方とかも皆さんやっぱりされてますもんね。そうですね。ね、まあ、日本人はね、ルール守る本当素敵な人種ですよね。ね、ルール破らない方少ないですもんね。本当にルールをよく守ってらっしゃいますよね。ね、まあね、ね、でもまあ長くねやっぱこのマスクしてるとやっぱりいろいろ口内環境悪くなってる方もね、うん、すっごい増えてるみたいなので抵抗力がなくなりますから逆に ね、だからまあ毎日のもとでね何かこう予防になる
ものが、まあ、せっかくね、基礎ヒノキ歯磨きジェルあるので、はいはい、まあ、そういうのでね、ちょっと一度ね、していただいたら、マスクしてる手も、はいはい、なんとかね、はい、口内の状態がよく保てるんじゃないかなって思います。はい、そうですね、はい、まあ、同時にね、免疫性が高まるしね。そうですね、本当にね。はい。まあ、本当、もう、今日も一瞬で、ね、なんか、ね、すぐ、すぐ終わっちゃいますね。終わる頃には真っ暗ですね。ねえ、ね、そうですよ。もう今日ちょっとやっぱり冷え込んできてるのかなって思いますね。皆さん本当にお体、ね、お邪魔ください。本当ですね。ね、本当に。今週もありがとうございました。うん、はい、もう今年もあと2ヶ月ですけども ね、あっという間ですけども、また、そうですね、第2週の金曜日、はい、5時からでまたよろしくお願いします。はい、皆さん、良い毎日をお過ごしください。はい。もうありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。